ありがとうございます。私たち関西大学と、せーの、キティアイです。よろしくお願いします。はい、ということで今日が初ステージのメンバーもいるので一人ずつ自己紹介していきたいと思います。まずはさくらちゃんからお願いします。はい、ローズピンク担当のさくらです。さくら。はい、ミルキーホワイト担当のちなつです。ちなつ。はい、ワインレッド担当のゆあです。ゆあちゃん。はい、初ステージです。2回生バイオレット担当のカレンです。カレン。はい、深緑担当のアンヌです。アンヌ。はい、ということで新メンバーのこともちゃんと皆さん覚えていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは今回のステージ以外にも11月に関西大学本キャンパスで学園祭にも出演しておりますので、ぜひ皆さん会いに来てください。待ってます。前半は夢見るアイドルと恋するキャラメリゼの2曲を披露させていただきました。皆さん楽しんでいただけましたか？まだ3曲ございます。皆さん盛り上がっていきましょう。それでは続いての曲に参ります。次の曲はイコールラブさんのポイズンガールという曲をやります。今までとは雰囲気の違った甘いだけじゃないかっこいい振り付けに挑戦しました。ぜひ最後まで楽しんでいってください。皆さん、かっこいい曲、普段聞き合いはあまりやらないんですけど、どうでしたか？ありがとうございます。次はいつも通りかわいい曲なので、皆さん盛り上がっていってください。やったー。メイド至上主義乾杯。
とうございました。私たちキティアイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。